バブルイの紋章、バブルイ、あるいはバブルイは、ロシアのタタールスタン共和国南東端にある都市、バブリンスキー地区の行政中心地でもある、鎌川水系の行く川の支流、バブルイ川沿いに立つ。周囲は、ブグリマベリベーイ丘陵という石灰岩と砂岩の小高い丘陵地帯で、地下には石油や天然ガスが埋蔵されており、レニノゴルスク、ブグリマ、アズナカエボ、 オクチャブリスキーといった油田の街が集中している。タタールスタンの首都火山からは南東へ370キロメートル。すぐ東はバシコルトスタン共和国との境界で、南と西はオレンブルク州との境界になる。人口は2002年国勢調査で22,939人。バブルイにおける 石油採掘の先駆者たちの石部み子の地には17世紀から18世紀には町が作られていた。バブルイの町の創建の年は1626年という資料もあれば1755年という資料もある。ソビエト連邦時代の石油開発によってバブルイの町は大きくなった。1950年には都市型集落となり1997年9月17日に 市となった。バブルイには歴史博物館がある。主な産業は石油と天然ガスの採掘で、タタールスタンの石油会社タトネフチの子会社、バブルイネフチが生産に当たっている。油田、ガス田以外では農業が中心になっている。ウリアノフスクからチシムイを経て、ウファに至る鉄道のユタザ駅が最寄り駅で町の中心からは40キロメートル離れている。また、 モスクワからサマーラを経て、チェリアビンスクに至る M5 幹線道路がバブルを通過し、火山からオレンブルクに至る国道と交差している。ありがとうございます。